はじめに2019年リチウムイオン電池開発でノーベル化学賞を受賞されました国立研究開発法人産業技術総合研究所ゼロエミッション国際共同研究センター長吉野明様よりビデオメッセージを頂戴しております。皆様どうぞご覧ください。産業技術総合研究所ゼロエミッション国際共同研究センター GZR の吉野です。水素エネルギー推進センターの開催にあたりご挨拶申し上げます。2019年10月に開催されたグリーンイノベーションサミットをきっかけに、2020年10月の2050年カーボンニュートラル宣言、2021年4月の2030年の温室効果ガス 46% 削減と、日本におけるゼロエミッション社会実現に向けたマイルストーンが示されました。地球環境問題はこれまで人類が直面した多くの課題の中でも相当な難敵です。ゼロエミッション社会やカーボンニュートラルの実現は単一の技術だけで成し遂げられるものではなく、技術や知見の融合が重要です。2020年1月に発足した産総研 GZR ではエネルギー地割り、水素カーボンリサイクル、ネガティブエミッションなどの分野でのイノベーションを創出することを目指しています。現在10ある研究チームで技術の深掘りはもちろんのこと、技術の融合に取り組んでいます。水素は再生可能エネルギーを含め、さまざまなエネルギー源から作ることができるためでなく、燃料電池やタービン、エンジンなどにより電気や熱、動力を売ることができる便利なエネルギーキャリアです。また、排出された二酸化炭素を資源として捉え、回収して様々な製品や燃料に再利用するカーボンリサイクル技術にも水素は必要不可欠です。特に、製造段階での環境負荷が小さい、グリーン水素は地球環境問題解決に向けて必須である。グリーン水素を社会実装していくためには、水素の製造、貯蔵、輸送、利用の面でさまざまなイノベーションを創出していくことが必要となります。東京都2030年カーボンハブ、2050年脱炭素社会の実現に向け、水素エネルギーの普及拡大などに取り組んでいると聞いています。ゼロエミッション社会を実現するためには、さまざまな技術を開発するだけでなく、これを社会に普及し、実装することが重要です。そのためには、企業や研究機関の取り組みだけでなく、自治体と公的な機関との連携が不可欠です。産総研 GZR は東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会、通称ゼロエミベイの実用事務局を務めております。ゼロエミベイは東京湾岸に位置する企業、研究機関、自治体が連携し、東京湾岸をゼロエミッション技術に関する世界最大の研究開発と実証 PR の場、すなわち世界初のゼロエミッションイノベーションエリアにすることなどを目指した活動を推進しています。東京都もオブザーバーとして参加していただいておりますが、他にも東京湾岸の多くの実際にご参加いただくなど、産学官に
日吉連携、横連携も可能となるユニークな取り組みであると考えております。世界を変えるイノベーションを先導する技術をぜひ皆で一緒に作っていきましょう。本日のセミナーは参加者の皆様にとりまして実り多いものであることを記念し、私の挨拶とさせていただきます。吉野様のビデオメッセージでございました。吉野様、ありがとうございました。